Lexel presents みなさんこんにちは、奈良橋明です。今回のゲストはクラブ創立30周年のシーズンの締めくくりにふさわしいビッグなビッグすぎるレジェンドをゲストにお迎えしました、アントラーズユース監督の柳澤敦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では、現役の選手以外はゲストに招いたのはなんと神ジコさん以来2人目ということで、それだけ柳澤監督がこのチームのアントラーズのレジェンドであるということで、監督よろしいですか？いや、それはよろしくないですそれはもうおこがましくて、とてつもないプレッシャーがあるんですけど、他にもいっぱいいたんじゃないかと思いますが、選手は出ましたけど、はい、本当に選手以外はもう2人目ということで、柳澤監督とね、やっぱり現役から随分長い付き合いにね、はい、僕、はい、なるんですけど、こうやってこう1対1で話をする機会はそんなにね、そうですね、なかったと思いますし、僕も本当こうすごく楽しんでいるところもあるんですけど、ちなみにですね、はい、監督、この番組はね、やっぱりユースの監督なら見たことはありますよね？もちろんありませんすいません初めて聞きました。すいません。よく番組の内容、サッカーの話はもちろんなんですけど、どちらかというと、サポーターが知らないいろいろ柳澤監督のこういうことを聞きたいなっていうとこ、すごい素顔に迫っていきたいなっていうのが番組の趣旨でございますので、今回はですね、もう本当に同窓会な感じなんですよ。僕もすごく楽しみにしてますし、やっぱり今の話も聞きたいですけど、現役時代とか、思い出話、今言いましたけど、アントラーズの未来についてたくさん話を聞いていきたいと思いますけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。もう覚悟はよろしいですか？始めちゃっていいですか？覚悟しないとできないような感じですか？そうですよ。あ、分かりました。始めちゃっていいですか？じゃあ時間ください。分かりました、はい。というわけで、今回はすっかり、おじさまになってしまった2人でお送りするリクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディションスタートです。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回は柳澤敦ユース監督を迎えてお送りしています。この番組の恒例なんですけど、柳澤監督というと、すごく堅苦しいのかなというふうに思うので、現役の頃みんなが呼んでいたちょっと柳と、言おうかなと思うんですけど、いいですか？全然いいですか？逆に柳で呼んでください。で、柳で、番組をこう進んでいきたいと思うんですけど、オープニングで、素敵なおじさんになった2人なんですけど、もういくつになりました？44歳ですね。今柳はもう44。はい。どうですか、この頃は？この頃はですね、この頃はいろんなところが弱ってきてますねえ、それを感じる？感じますね。やっぱ現役辞めて 2,3 年はまだ体とかも動いたんですけど、3年超えたぐらいからやっぱり一回こう昼スタッフでゲームやったりすると、もう2日間ぐらいはちょっと何もできない、動けないぐらいな体になる、なってしまったりとか、いろいろこう近況を話しちゃうと、もう1時間以上かかっちゃうんで、最初のコーナーに行きたいと思います。いいですか？はい、はい、最初のテーマはこちらです。まずはですね、お互いの印象というテーマなんですけど、柳がアントラーズ加入したのは1996年、はい、で僕がベルマーレから移籍したのが1997年なんで、年は僕なんか6つ上ですけど、アントラーズは先輩なんですよ、1つ。いいですよね。ということで、柳と最初に話して
だ覚えてますよ、柳おじさんがブラジルキャンプに最初合流したんですよ、はい、でその時は多分代表の、はい、ユースの代表、はい、でいなかったんですよ。そうですね、帰ってきてだよね。帰ってきてから多分クラブハウスで、はいはい、まあ、ロッカールームのところで多分挨拶はしてると思うんですけど、まあでもね、もう大昔のことな、まあ、ことなので、はい、まあ、2人とも多分記憶に、はい、まあ、ないとは思うんですけど、まあ、こちらから柳の印象っていうのはほら、あの95年の時にあのなんだっけ代表、はい、代表選抜っていうの、はい、なんかタイのほら、はい、入ったでしょ、はい、入ってですごいやつがいるなと、うんうん、って思ってて、それでまあ選手権も出てて、はい、もうおじさんにとっては選手権ずっと憧れなんで、ね、で富山第一で選手権出てて、やっぱすごい選手がいるなと、で得点感覚もあって、でユース代表にも入って、まあやっぱり将来こう日本をこう背負って立つような、まあエースがいるというふうにも思ってましたし、まあそういう中で一緒にまあできるっていうのは、まあすごく嬉しかったですし、まあ、一つ下ですけど、まあまあ、まあそういうやめてくださいまあそういう中6つ目です、6つ目です、そういう中でやっぱり何ですかね、まあ、アントラーズの、まあ、ためにこうお互い切磋琢磨しながら、まあ、やっぱりね、お互いいい良さをこう出しながら、まあ、結果を出していこうと、まあ、そういう風な、まあ、感じもあったんですけど、まあでもほらそんなにプライベートで、なんかそういう付き合いは少なかったかなと思うんですけど、僕でも奥野さん家族だったり佐田さん家族と家族ぐるみで、僕はまだ結婚もしてなくて子供もいなかったんで、そういうお子さんたちと一緒に、奈良さんの息子さんとかと一緒に焼肉屋で遊んでた記憶がありますけど、ね、そうだね、はい、そうだ、うちの息子、そうです、はい、大変お世話になりましたいやまあおじさんもやっぱり柳からこういろんなことをやっぱりこう吸収しようと、まあそういうふうに、まあ、思った、まあ、おじさんたちがもうね、やっぱり素敵な、まあ、おじさんにということになったわけで、まあ、ちょっと話がまとまりませんけど、まあ、次のテーマに行きたいと思います、はい、まあ、次のテーマは、まあ、記憶に残るゴールということなんですけど、まあ、僕はやっぱりなんですか、こう右サイドバックでやっぱこうクロスを、ね、こう出す、まあ、そういう選手だったので、まあ、僕のクロスから、まあ、決めたこうゴール限定っていうのを今も覚えているゴールって、奈良さんからのクロスですよね、はいはいはい、僕は覚えてますよ奈良さんからのクロス覚えてないでしょ、覚えてない、いい、覚えてないでいいの、そうしとこうでも僕は覚えてるんですよ、まあ、舞台が、まあ、国立で2001年のはい、4月29日レッズ戦、ちょっと雨の日、はいはいはい、ディフェンスラインとキーパーの間にちょっとこうアリクスーっと低いのがフォアから、そうです、あああれですね、大外ね、こういろんなところで、まあ、僕は言ってるんですけど、まあやっぱり動き出しで、僕がこう顔を上げた瞬間にこう柳がこうしっかり動いてくれるから、やっぱこう出したくなる動きをしていく、そこはやっぱりあれですか、こう柳なりに動き出しっていうのは武器にしてました、うん、はい、あ、もうそれが生命線だったと思いますね、うんうん、やっぱ自分フォワードなんで、こうドリブルしたり、あ、ドリブルしたりというかゲームを作ることってできないんですけど、うん、まあ、いかにその中盤の選手たちだったり、まあ、後ろのディフェンスの選手たちだったりから、うん、いい状態でボールを受けるかっていうことを常に考えてて、うん、まあ、その相手にもよって、例えば奈良さんだったらどういうタイミングで動くだとか、うん、例えば小笠原光雄だったらどういうタイミングとか、うん、で相馬さん、逆に相馬さんだったらどういうタイミングで動けばこう引き出せるかっていう、うん、やっぱり見た瞬間に奈良さんがの思うようなところに走ってないとやっぱり出てこないし、なんかそれを見つけながらやってましたね、うん、本当にこうね、顔を上げた瞬間にこう相手の背中からスッと入ってくるし、そういうタイミング、うん、あとやっぱり、まあ、シュートも上手かったですし、まあ、そういう中でやっぱりこう出したくなるような、もう柳沢さんなんですけど、
いろいろね、この何こうプレーいろいろこう切り取っちゃうとこう話が長くなっちゃうんで、もう最後のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、今振り返ってみてですね、当時のチームってすごいメンバー、その96年入った時 の、はい、そのアントラーズの印象っていうのを聞きたいんですけど、元代表選手も含めると10人ぐらいがいたんで、そこがに行って富山第一のこの田舎者が入ってって何ができるのかとって思いましたけど、でももうそこに飛び込んだからにはやるしかないっていうような感じでやったんですけど、もう1年目はもう何やってるか分かんないような状態でしたね。僕的にやっぱりディフェンス守備側、はい、もうなんかもうすごい人ばっかりだったじゃないですか。はい、もう屈強で、はい、もうちょっと立ち向かえないなと思いました。こうディフェンスをやってて、もう大人と子供みたいな感じだったんで、まあ、真剣にもやってくれてないような感じすら感じたんで、あ、そうだったんだ。はい、なんでそれを何とかしなきゃいけないっていうんで、うん、まあ僕自身も立ち向かっていくっていうところで、うんうん、まあ。ディフェンスにはね、うん、立ち向かってくるやつが大好きな大好物な人がいるね、いたんで、いるね、背番号でそれぐらい来い、それぐらい、うん、3番の中でしょ。はい、そうね、うん、それぐらいじゃないとダメだよって言って、それ以上にガーってくるんですよ。いやでもね、ほら超高校級で入るわけじゃないですか、はい、アントラーズに。うまい、できるだろうっていう気持ちあったでしょ。どうだったの入った時は。できるっていう感覚は持っては来なかったです。ただここでやっていかなきゃいけないし、うん、どうやってやっていくかっていうのをこうやりながら、うん、ただ衝撃的だったのは入った瞬間にこれ厳しいかもなっていうのはやっぱり思いました。そこは J リーグの他のチームでもプレーしてましたし、そこ J リーグでの経験と、あとは海外でやった経験っていうのはやっぱり、まあ、あと日本代表でもねこうプレーした、まあ、その経験っていうのは実際どうですか、今のユース監督には生かされてますか。まあ、知ってるってことはやっぱり強みだとは思うので、うん、ただそれが今いるユースの子たちに対して全て、ためになるかというとそうではないのかなとも思います。っていうのはやっぱりまだまだこうベースが低い選手もいれば、高い選手もいて、そのレベルの差っていうのもやっぱり少し感じますし、全体的に伝えてあげる部分とここに伝えていく部分っていうのは変えていかなきゃいけないのかなっていうのは、うん、この年代ではこの1年間やらせてもらって、うん、すごく感じた部分でした。わかりました、その話はストップしてください。はい、というわけで皆さん番組の後半ですねユースの監督の話をたっぷり聞きたいのでお楽しみに。ジェクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回は柳澤篤史ユース監督をゲストに迎えてお送りしています。ということで番組の後半は、はい、現状の柳澤篤史ユース監督の話をまたっぷり聞きたいんですけど、はい、今まで、まあ、コーチとしてでしたけど、はいはい、まあ、初めて、まあ、ユースの監督とい こう責任ある立場 で、ね、難しい、はい、お年頃高校生年代の選手をこう指導してきた感想を、はい、まあ、とにかくやっぱり監督になったら、全てをこう決めなければいけない、決断をしなければいけないっていうのが本当に大変だなっていうのがまず、第一印象で、まあ、最初はやっぱ大変だなというふうに思いました。あとはプロ選手ではないので、うん、そこのところがサッカーだけをこう教えていればいいというわけではやっぱりなくて、うん、まあ、学生としてもちゃんとしなきゃいけないよっていうところだったり、まあ、この先サッカーでご飯を食べていける人っていうのはほんの一握りいるかいないかの中で、じゃあどっちをメインにこう教えるのがいいのか、
あのサッカーを通じてやっぱりそういったことを教えられるようにしていきたいなというようなアイデアでやってきたんですけど、なかなかこうサッカーを通じて人間教育っていうのはすごい難しいなとは思いました。まあ当たり前なことは当たり前にやるだけでいいというような話はしてるんですけど、まあこれが一番結構難しかったりして、で逆に選手たちにとったら、それが苦痛だったのかなとちょっと今反省している部分はあるんですけど。じゃあこの具体的な話はこの次のコーナーでいろいろたっぷりと話していただきたいと思います。次のコーナーはこちらです。まあ、最初のテーマなんですけど、まあ育成と勝利のまあバランスという言葉なんですけど、やっぱりこうアカデミーの話をするときは必ずまあ出てくる問題だと思うんですよ。こう育成ね、選手の育成もしなきゃいけない、でもやっぱりアントラーズの選手はやっぱり勝利にもこだわらなきゃいけない、まあそこのバランスっていうのが大事だと思うんですけど、どうですか実際。でも選手たちが一番成長する時ってやっぱり勝ってる時だったり楽しそうにサッカーやってる時が一番成長するなって感じるんで、やっぱりまずは勝利を目指すっていうのが大事なのかなというふうに思います。で、まあ、それがうまくいかなくなった時に、何が問題なのかっていうのを明確にしながら、じゃあそれをどう改善していくかっていうことがこちらがやるのか、もしくは選手たちが感じて自ら改善できるようにして持っていくのか、これがすごく多分大きな違いだと思うんで、後者のような形に持っていければいいなというのはまず自分の中であります、まあ、あとたくさんいるじゃないですか、まあ、選手が、はい、たくさんそういう、こう選手がいる中で、こう柳自身はまず どこの、まあ、どのポイントを見ます、まあ、プレー、もう練習に取り組む姿勢ですかね、はい、そこは、はい、本当に例えば細かいアップのところの、アップでジョギングしている姿とかって一番この子の感覚が出るなっていうのはあるんで、アップしている時の選手の取り組み方とか、それがもうじゃあその次パソコンに入っていったら同じような姿勢で多分パソコンも入ってくるんですよ。ああそういうことね、はい、ジョギングでもダラダラって走ってる子は、パソコンに入ってもなんかダラっと適当にパスしてたり、でゲームになってもダラっとやってる、ボールに来ないようなところで隠れてたりとか、なんかそういう姿勢、今日一日かけて来てるぞっていうようなこう気迫みたいなのを持ってるやつに関しては、伸びるなとは思いますね。まあ小中とね、やっぱサッカーをやってきて、まあ、ユースに入ってきて、まあ、こう最低限これだけは身につけててほしいなっていう部分はこうどんなところにあります。トップのところに行くためにはもっと技術的な部分がやっぱり足りないというか、本当に技術って大事だなっていうのを改めて感じているので、本当に止める蹴るもそうですけど、ヘディングだったりスローインとかも結構投げれなかったりしたり、わかる本当に浮き球に対するその空間認知とかも全然ダメだったり、ボールをすぐ弾ましちゃって、プレーが遅くなったりとか相手に奪われたりとか、なんかそういった技術もなんか少し乏しいような感じがするので、それはやっぱり下の年代から積み上げてきて、積み上げていく必要があると思いますし、ユースではまあそれがもうある程度もうできるっていうのがベースにあって、なおかつやっぱりもうここからユース3年生になったらもう分岐点になっていくんで、プロになれるかなれないかっていうところなんで、もうプロに近いような状況、セミプロみたいな状況の中でやっぱりサッカーに集中しながらこう競争してこう生き残っていくっていうような場所であってほしいなと。まあアントラといえばジュニアユースの
スタッフとも結構あれですか、密にコミュニケーション取ってるんですか。まあ、事務所自体は今コロナでちょっと分散してるんですけど、うん、まあ、そういった、縦の関係をもっと密にしていこうっていうことで、あの佐藤さんだったり、佐藤さんね、はい、うん、佐藤さんだったり、あの中村浩生前監督だったりが今そういう位置で、繋いでくれてるんで、うん、これからもっともっとそういった形が増えていくと思います、ね。まあ、ちょっとこれね、この勝利と育成のバランス、もうおじさんすごく興味があるんで、もっとたくさん、もうあと1時間半以上聞きたいんですけどちょっともうこの番組の尺っていうのがあるので、はい、こう最後のもうテーマに、しちゃいたいと思います。こちらです。まあ、こう僕らが、まあ、現役の頃ともう全く違って、まあ、トップもやっぱり選手がね、こう入れ替わるサイクルが早くなってるじゃないですか、はいはい、1、2年で活躍して海外行っちゃうとか、うん、チーム作りも、まあ、トップチームも、まあ、すごくこう難しくなってきてると思うんですよ、まあ、そういう意味でね、よりアカデミーの重要度っていうのはすごくこう大きくなると思うんですけど、こうやっぱユース監督柳澤篤はそういうところどういうふうに感じてますか。まあ、複雑な思いもあるんですけど、今の流れの中ではなかなか止められない部分もあるみたいなので、まあ、そういった時にやっぱり海外のチームっていうのは特にブラジルなんかはやっぱどん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 いい選手はもう引き抜ヨーロッパに行っちゃうと、うん、でもそのどん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 その下のカテゴリーから上がってくる、やっぱそれがないとこうもうクラブ自体がこう強いクラブっていうのを保てなくなってるような時代なんで、下の年代もうスクールの年代、の子供たちから、ジュニアユースとつながっていって、で、まあ、つなげていって本当にこのクラブで小さい時から育った選手がもうレギュラーで全員出てるっていうのが、まあ、将来的な夢ですけど、まあ、あとこのアカデミーハウスすごいじゃないですか、はい、すごすぎますよ。すごすぎますね、はい、まあすごすぎますし、はい、あとこれやっぱりこうアカデミー専用のこうグラウンドをこう今こう作ろうとしてるじゃないですか、はい、やっぱそういう、こう環境づくりっていうのは具体的にどういうふうにこう、まあ、次なるはい、ところを目指していると思うんですけど、具体的な目的っていうのを聞きたいんですけど、やっぱりより良い環境の中でやっぱプレーするっていうのは非常に大事、子どもたちにとっては大事だし、子どもたちにとっても、まあ、その親御さんにとっても魅力的な部分はあると思うんで、そういった施設っていうのは非常に大事なものだと思ってます。ただこれだけのものを今こう投資していただいているっていうところに関しては本当にアカデミーへの期待度、アカデミーへの重要性っていうのをやっぱりがあるからこそだと思っているので、まあ、その期待に応えるためには本当に重要な責任があるなと思ってます、うん、アントラーズが これから強く上昇軍団って言われてるじゃないですか。でその、ね、上昇軍団をこう取り戻すためにやっぱりこうユースの監督として何を一番こう取り組むことが大事だと思いますか。僕が入った時からもそうなんですけど、うん、まあ、あの自己スピリットじゃないですけど、うん、ね、そこね、献身誠実尊重っていうのは本当に全てが詰まってるなと自分の中では思ってて、まあ、アントラーズってどういうチームってなったらもうやっぱりそこにその言葉が出てくるんですよね。そうだね。そういうのがやっぱもう伝えられてきてるはずなんですけど、うん、僕はいつも小笠原アドバイザーに言うんですけど、うん、お前が辞めたからだっつって彼が持ってるそのスピリット、ああいった選手をユースで作りたいです。作りたいって言ったらなんか変なあれですけど、うん、ああいった選手がに出てきてもらいたいなと。彼の考えるこう
スピリットだったり、サッカーの目線だったりメンタル的な部分の持ち方だったりっていうのは、まあ、今のユースの選手にとったら、本当に宝だと思うんで、彼がいるうちに僕もあいつからいっぱい吸収してでユースの選手もいっぱい吸収してもらいたいな、もう一人でもこう数多く、はい、アントラーズのトップチームに上げれるような選手を、そうやってユース練習来てください。あ行かせていただきます。僕なりに行かせていただきます。あの活躍を期待してますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、エリクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション2021年シーズン最後のゲストは柳澤篤史ユース監督でした。長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。